カンタベリーのランフランクスはカンタベリー大司教で生まれはランゴバルド人。カンタベリーのランフランクスと呼ばれるのはカンタベリー大司教を務めたことによる。ベック修道院学校の長を務めたことにちなんで、ベックのランフランクス出身地からパビアのランフランクスとも呼ばれる。ランフランクスは11世紀初頭のパビアで生まれた。パビアでは後に彼の父ハンバルドが大まかに言って、 両首相と同じ階級だったという伝承が生まれた。しかしランフランクスは幼少期に孤児として育った。ランフランクスは自由学芸を学ぶことで学問的研鑽を積んだ。当時の北イタリアは自由学芸の中心地として有名であった。理由も時期も定かではないが彼はアルプスを越えてすぐにフランスで後にはノルマンディで教職に従事した。 1039年頃には、アブランシュの聖堂学校の教師となり、そこで3年間を教え続け目覚ましい成功を収めた。しかし1042年には新しく建設されたベック修道院で修道士の職に就くことに応じた。ランフランクスは1045年までベックで完全に俗界と隔絶した環境で暮らした。ランフランクスは修道院長のヘルリヌスの勧めによって、 修道院内に学校を開いた。ランフランクスは当初から称賛された。彼の下にはフランスノルマンディからだけではなくガスコーニュ、フランドル、ドイツ、イタリアからも門人が集った。その多くは後に教会内で高い地位についた。後に教皇アレクサンデル2世となったバッチョのアンセルムスも彼の門人とされているし、ベックのアンセルムスもランフランクスの後を継いで、 カンタベリー外主教となっている。このようにして、ラン・フランクスはベックを中心とした改革運動の知的活動を保護した。彼の講義で好まれた議題は、論理学と競技進学である。そのため彼は、トゥールのベレンガリウスの攻撃から性変化の競技を擁護するために招聘された。彼は、非常に熱心にその責務に取り組んだが、 ベレンガリウスとはかねてよりの個人的な信仰関係があった。彼はベルチェッリ教会会議、トゥール教会会議、ローマ教会会議において政党協議の衝動者であった。ヒルデブラントや数奇教のうちのより心の広い人々によってベレンガリウスの主張が棄却されたのはランフランクスの影響があるとされている。ランフランクスの論証法について知られている情報は 主に小冊子、主の肉と地についてに由来している。この小冊子が執筆されたのはかなり後年のことで、その頃にはベレンガリウスは最終的に有罪宣告されていた。この著作は刑事上学的能力の兆候を全く示していないが決定的なものとみなされてしばらくの間学校で教科書として利用された。この著作はアリストテレスの実態と 魂への区別が初めて生産における変化を説明するのに使われたものだとしばしば言われる。この著作はランフランクスに返せられる現存する作品の中で最も重要である。ランフランクスは学校で教育に従事している時期と論争に従事している時期の間に権力を得ていった。後の伝承では彼はベック修道院次長になった一方で、 ノルマンディのギオーム2世とマティルダ・オブ・フランダースとの教会法に基る結婚に反対して問題を起こしたため追放された。しかし彼がまさに出発しようとした時に論争は終結し彼は教皇から結婚の承認を取り付けるという難しい役目を引き受けることになった。これに関して彼は成功してさらに同じ教会会議で彼は ベレンガリウスに対する三度目の勝利を収め、ギオーム二世から感謝され続けることになった。この話を評価すると、ギオーム二世とマティルダの結婚の障害は、実際のところなんだったのかを伝える信頼できる、資料がないことが注目される。ラン・フランクスは1066年に、カーンの聖ティエンヌ修道院の初代委員長となった。 この修道院はギオームが教皇座に対して命令違反したことの償いとして立てさせられたとされている。それ以降ランフランクスは自身の教師の方針にかなりの影響を及ぼした。ギオームは教会の改革のためにクルニー修道院で行われた方法を採用し、ローマの協力を得て教会の分裂、腐敗に対抗する十字軍という体でイングランド遠征を行った。 おそらくランフランクスの弟子であり、親しい友人であった、アレクサンデル2世こそが、ノルマイコンクエストに対して、強行の祝福を与えた。ギオームはこれによって、最初のうちは大きな強みを得たが、結果的には、これが深刻な困難を招くことになる。ルーアン大司教が空位となった頃、投票者の意志はランフランクスへ傾いていた。しかし、スティガンドが1070年8月15日に、 教会の役職から退りけられると、ラン・フランクスをルーアン大司教候補として押す声は弱まっていき、代わってイングランドの主座司教に指名された。彼は早くも1070年8月29日にその任についた。新大司教は就任して、すぐに教会の再構築、改革の方針を進めた。彼の最初に直面した難事は、 ヨークの大主教当選者であるバイユーのトマに関するもので、トマは自分の管区がカンタベリーと強弁して、イングランド中部の大部分を自分の管区にすることを主張した。これはカンタベリー主教区とヨーク主教区の長きにわたる主意見論争の始まりであった。ウィンチェスター議会での署名。大きな X の字はウィリアムとマティルダの署名で、 その下にあるのがラン・フランクスの署名。さらに下に他の司教の署名がある。ラン・フランクスは教皇からパリウムを配慮するためにローマを訪問し、アレクサンデル2世から争点はイングランドの教会会議で解決されるべきだという指示を受けた。そのため1072年にウィンチェスターで会議が開かれた。この会議においてラン・フランクスはかねてより欲していた。 主意権を格好たるものとしたが、それにもかかわらず、教皇権に基づく名目的な面では、格好たるものとすることは、生涯できなかった。これはグレゴリウス7世が1073年に教皇となったことの影響があるとされる。ランフランクスは、ギオーム2世を補佐して、イングランドの教会の独立を維持させた。また、教皇権と帝国の間のかいには中立を、 貫くという考えに賛意を示していたという。ランフランクスはイングランド国内の問題により熱意を注いだ。彼の対局的な目的は腐敗、しがらみから教会を立ち直らせることにあった。彼は修道院制度の強力な支援者であった。彼は勤めて教区司祭たちに禁欲を敷いた。ランフランクスは王の許可を得て教会会議で教会の問題を扱った。 バイユーのウードの場合やダラム司教のカレーのギオームの場合には彼は司教団の判断を正当化するために法廷に訴える前に自身の法的技巧を発揮した。ランフランクスはあらゆる養殖についているイングランド人をノルマン人にすげ替える流れを加速させた。しかしランフランクスの挙げた候補者たちは皆立派な人物であったが 彼らが改善忍者より優れていたというわけではない。管区における精神的な目的による、この混合には大きな理由が存在した。当時伝統的に、取材指教は王の議会によって、その指導的な地位に認じられていた。それに対して、教会側の意向は、王の機嫌を損ねないようなやり方で、ランフランクスが力を震えるようになることを望んでいた。 ギオーム2世がイングランドを留守にした際に、ランフランクスが彼の代理人として振る舞うことが何度かあった。ランフランクスのギオーム2世に対する最大の政治的功績は1075年になされた。この年に彼は、ノーホークやヘレフォードの伯爵3人が企てた反乱に気づき、それを防いだのである。反乱者の一人であった、ノーサンブリア伯、ワルセオフがすぐに、 戦意喪失して、ランフランクスに反乱の企てを告白したため、ランフランクスは白車クロジャーに教順するよう促し、最終的には彼と彼の老頭を破門した。ランフランクスは、ワルセオフの命を取りなし、反乱者の最後の一人に関しても他の二人に巻き込まれた無実の被害者だとして取りなした。彼は、死去ウルフスタントの信仰を持って、生涯を過ごした。 1087年のギヨーム2世の死に際して、ランフランクスはアングロノルマン貴族から不平の声が上がったのにもかかわらずウィリアム・ルーファスのイングランド王即位を保証した。1088年には彼が奨励したためにバイユーのウードやその他の王に、ロバートの同盟者たちと戦う上で王の側面を保護するイングランド人の民兵が現れた。 彼はルーファスに政治に関する約束だけを強要し、王がこの約束を無視し、ランフランクスが生きているうちは彼が王の政府運営の最も悪い面を抑止していた。しかし彼の抑止する手はあまりにも早く王を離れてしまった。1089年にランフランクスは高熱で倒れ、5月24日に見ながら惜しまれつつ、よう去った。いくつかの明白な道徳的。 私的欠点にもかかわらず、彼は、ギオーム2世と共に、ノルマン人の法を、イングランドの教会や民衆に仕込んだ人々の中で、最も卓越し、最も天端たる人物であった。彼は、政治家としては、教会における伝統的な理想型を維持することに関わった。取材司教としては彼は、聖職者の規律、教育の水準を向上させた。彼の改革は、 レオ9世のような教皇の心に止められ、教会と国家の関係に拘束された自然順序に導かれた。彼が作り出した均衡状態は不安定で、しかもギヨーム2世や彼の個人的な権威に依存したものであった。ランフランクスを列服しようというカンタベリー教会の動きはイングランドのベネディクト会に限定された散発的なものに過ぎなかったようだ。しかし、 ランフランク総主教学校がクロイドンに開校されて、ランフランクスが称えられた。クロイドンの宮殿に彼は長期にわたって住んでいた。カンタベリー・クライスト・チャーチ大学は最新設備の寮にランフランクハウスと命名した。彼の名前は、ロンドンやウェスト・サセックス・ワーシングにある道にも名付けられて記憶されている。彼は、パビア、ベック、バイユーで成人として数形されているが、 カンタベリーではされていない。彼の祝日は5月28日である。第一の権威はラン・フランクスの生涯である。著者のミロ・クリスピンは、ベックの教会聖火隊の先鋭者で、1149年に死んだ。ミロは、ウェストミンスター修道院長だった、ギルバート・クリスピンのヘルルイヌスの生涯に大きく依拠して執筆した。14世紀に編纂された。 ベック修道院年代記も参照される。この二つの資料や、ランフランクス自身の記述の、第一版は、ジャンリュク・ドア・シェリ、福人・ランフランクス全集で読める。わずかに増補されている、別の版は、J ・エジル、ランフランクス著作集で読める。ランフランクスとグレゴリウス7世との一致は、P ・ジャフィ、グレゴリウスの記録から読み取れる。ありがとうございます。